はい、皆さんこんにちは。今回はね、なんとオリジンガンダム好きに、朗報ということでね、そうねやっておりますけどもね、はい、このまあパーフェクトガンダムの旧キットとオリジンガンダムのミックスですね、簡単にミックスしましたよっていうやつですね、私いつも目の前に置いてるんですけど、ね、あれこの前オリジンガンダムジグ作ってねここ削ったっていうのをやったんですけど、今日これですね、あ、俺これ刃にしてね、研いで刃にしてここ1ミリで削るともうええ感じにやれますよっつってね、ちょっとアップしましょうか。アップした股間が映りましたけどね、はい、これあれこっちの方がかっこよくない、なぜだと思いながらね見てました。あ、そしてねこのこの頭ね、オリジンガンダムのロールアウトカラ プレミアムバンダイから発売してるやつですね。ちょっと箱、はい、これですね、これの頭なんですね、はい、あれれおかしいぞということでね、はい、あれみたいな。で、まあこの後もねいっぱい余っております、改造ね、この前プロトタイプガンダム改造するぜって出したやつもこれね、まあ あるんですけどね、あこれあれなぜだで比べますと、はい、もう一回アップリします。これね、これまあモールド削り直したやつ、まあこれでもいいんですけどね、はい、お見せしますよ。ドン、穴開いとるんですねこちら側、はい、しっかりとどういうことね、バンダイオリジンも直しとっけ、バンバイもということでね、これ見ていただいたらなんとなくわかると思うんですが、ここら辺のモールドもね、私ちょっと面出してたりいろいろするんですけども、こちらがほぼほぼ面出さないでも、ここら辺のモールドね、このちょっとへこんでる穴開いたようにちょっとへこんでるところからね、モールドがしっかりしてるんですね、このロールアウトカラーのやつね。で、この気のせいかもしれませんが、ちょっとカットしてお見せしましょうかね。はい、ショックね。一生懸命削っとると、はい、ちょっと比べてみましょうかね、はい、アップがこれ以上できません、手を近づけましょうか。わかりますかね違い、色はねもちろん違うのは違うんですけどね、あの成形のプランの色は違いますんでね、これこちら側の方が可動しっかりしてませんかね、こちら側は私面出しした後ですよ、これ今切り出したばっかりですよ、はい、ということでね、なんと変えていこう変えていこうね、うん、ね、いいと思ったらすぐやるね、帰る。まあ、こだわらないっていうのはね一番ねいいものを作るんでね、はい、自分がどんだけ時間かけたとしてもね、あれ5点はいいんじゃないかって言うんだね、ボツにして、やるとね、一つの決断ね。まあ、これ多分動画 YouTube 結構オリジンガンダムとか書かれてるとね結構見るんですね私、まあ好きなのもあるしね、他の方はどんな改造してるんだろうと思うんでね、で改造ってなぜかガンプラの場合はね、すごく派手なバックパック足したりとか、なんだろうこうえみたいな形違うじゃんみたいなのが多いんですよ私見てると。でやはりねこう
まあ、スケールモデラーの方とかね、こうちょっとお話しする機会があると、いやここの R がちょっと本物と実機と違うんで、ここちょっとやったんですよとか言われる方多いんですよ。なんでもしかしたらそのプラモ教師の中でも言われてるね、あのガンプラモデラーとスケールモデラーの差って言われるとそれまでなんですけど、その差別に差いらんことないかな、ね、突き詰めてやればいいんじゃないかなって思っちゃうんですね。はい、なのでね、こういうのね、本当にバンダイさんちゃんと言ってください。本当にこれ知らない方、多分私オリジンガンダム37期組んで、また今度38期目組んでる途中なんですけど、そのオリジンガンダムを超えたオリジンガンダム制作みたいな感じで作ろうと思ってやってるんですね今。ちゃんと言おう。ちゃんと言っていこう、そこらへん。本当に知らない人多分いっぱいいますよ。なんかこう情熱ね、オリジンが多分バンダイさんの中にもオリジンガンダムがすごい好きな方が開発に携わってるんだろうなって、なんかこうねプラモデル作ってると分かるんですけど、いや好きやったら気づくでしょみたいな、やめとこ、メーカーだからちゃんと言ってください。怖いわほんま。はい、これでね、はい、オリジンガンダムかっこよくなりましたよ。ただここ穴開いてますんでね、この穴埋めていきます。はい、穴埋めていくのを利用しますよ。はい、これまあ使いませんからね、ここね。まあアンテナ、あ、かっこいいアンテナいっぱいついてるっていうね、思われる方は。あれ、こっちかな、どっちかな、思われる方はね、これ、まあ、アンテナ、V 字アンテナとこの後ろのロッドアンテナね、つけて、かっこいい感じにすればいいと思います。はい、あ、うわ、かっこいいアンテナいっぱい立って、ね、アンテナ、V 字アンテナついてると隊長っぽいな、つってね、思ってましたけど、ちょっとこの頭、付け替えて、これ、ちょっとこれにしてみましょうか。はい、ね、アンテナいっぱい取ってる、もうかっこいい、ね、フリーダムガンダムみたいね、アンテナ4本あってね、はい、と思う方はね、やってください。はい、こっちも変えて、まあね、こんな感じで、ちょっと V 字アンテナ外しておきましょうか。今ね、大変なことが起きましたよ。一番大事なパーツ飛んできましたよ。はい、無事発見。はい、これちょっと加工していきましょうかね。はい、もちろんね、何でもいいですけどもね、私が一番おすすめする方法は元のパーツを利用してね、中の穴を埋めてしまう。接着剤今流しました。そしていらないとこをカットします。こんな感じですね、はい、そして、少しねヤスリで、整えます。これまあ接着剤流してすぐ削っていいのかって思われる方ね、おられると思うんですけど、接着剤がパテみたいになってね、削ったところがね、隙間がある程度埋まります。はい、で完璧には埋まらないので、ここでまたプラパテが登場いたしますと。これでね、はい、プラパテとカッターと用意して、プラパテね、プラガムね、はい、自分で名前間違えましたね、プラガム用意して、はい、もうねびっくりするバンダイの技術力ね。今日何でしたっけ、昔のコマーシャルで驚異の技術力みたいなのなかったっけ。
プラモデルのコマーシャルで、バンダイさんのやつね。まあ、ジオン脅威のメカニズムでしたっけね。バンダイさんのメカニズムじゃなくて、バンダイ脅威のメカニズムみたいなね、感じになってますね、これね。言おう。アピールできるとこ言っていこう。日本人の悪いところ。ね、いいとこはいいですよって自分でアピールしよう。人任せ。ねえ、すごくいいものを開発してるのか言えばいいじゃんね。え、なんだろう、このロールアウトカラーのガンダムがあんま作れないからあんま宣伝したくないのかな。これすごくいいキットですよ、本当に。オリジンガンダムの最終形と言ってもいい過言ではない感じのね。はい、ちょっと厚めに持っておいてもうね、本当にね、細かい仕様変更がね、普通に売ってるタイプのやつでもね、何回も多分入ってるんですよ。まあ初期ロットはもう作ってしまってるんでね、比べることできないんですけど、なんか後になればなるほどね、モールド良くなってたりとかいろいろありますんでね、本当にオリジン好きの方はぜひ。危ない危ない、モールド埋めるとこでしたからね。モールド埋めたらダメですよ。はい、まあ、こんな感じですかね。あとは乾いたら、まあ、切削してねやりましょうか。はい、かなりなんですごくね、もうかなりとすごく二重言ってますよね。いい感じなんじゃないんですかね。こう削ってなって交換して削ってませんでしたからね。ここのバリ削ってませんでした。こんな感じでね、こう世界一オリジン好きなたい焼きが気づきましたよということでね、他に気づいてる方も多分多々おられるんでしょうけどね、初気づきでございます、ね、驚愕の事実ということでね、今回動画にさせていただきましたけどね、オリジン好きの方はぜひ要チェックでね、ロールアウトカラー、この前もね、大阪の作るラボさん、岡畑を1個売ってましたんでね、1個補充してきましたんで、はい、またこういうかっこいい、穴開いたガンダムね、このダクトに穴が開いてるガンダム作れるんじゃないかと思います。皆さんもぜひ見かけたらね、ロールアウトカラーをゲットしてみてはいかがでしょうかと。それではこの動画面白いと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしければね、もう一つチャンネルやっております、タイタベタイ RC ラジオン動画やっておりますので、ぜひそちらも応援いただけたら嬉しいです。それではさよなら。